おはようございます。遅くなりました、すみません。ゆろんさん、おはようございます。今日は仕事のためアーカイブ民です。あれからパーカー着用が嬉しすぎて毎日着てます。ありがとうございます、お守り感雨ですが皆様トレーニング楽しんで、1号は月曜日の BPM 済ませて今日1日頑張ります。はい、お仕事頑張ってきてください。またアーカイブでよろしくお願いします。あきひろさん、おはようございます。お揃い親子コーデで早くお出かけしたい、はい、またなんかちょっとね寒さが戻ってきましたね、こちら関東、春よ来い。ブラックポストカードは誰だったんだろう。いや、それが皆さん現れず皆さんどう推理します。はい、今日全体公開ライブにしてますので、メンバーさん外の方もいらっしゃるんですけど、僕はアパレルをね今メンバーさんと作って販売することができましてね、その中に当たりのカードを1枚入れていて、まあ、このブラックカードなんですけどね、はい、まあ、その方には、まあ、僕のこの今スタジオにもある SKB、アートボード、はい、をプレゼントしますっていうことでね、はい、僕の娘が選んでくれて、まあ、僕も誰が当たったか知らないっていう、はい、そして誰からも連絡がないっていうもう何日過ぎたんだろう、皆さんに日曜日に届いてるはずだから今日で3日目か、はい、うん、誰なんでしょうか。まあ一つ考えられるのはしのさんがマレーシア便がまだ届いてないので、可能性としてはしのさんありえるよね、まだ届いてないっていう。で、日本の方は全員届いてるので、あともう一つ考えられるのは、ご購入いただいたタイミングではメンバーさんだったんだけど、まあ、何かのね事情でメンバー抜けてしまっていて、前回のねメンバー限定ライブで当たりだった人っていうこのライブを見れてないっていう、その可能性もあるかなっていろんな推理をしてるんですけど、未だ連絡がないんです。はい、今日全体公開ライブにしてるので、もしかしたら、はい、当たりが入ってたらご連絡ください。誰が当たりかまだ分かんないっていうね、どの推理が当たってるでしょうかはい、そうなんです、祝福したいんですけどね、祝福できないっていうね2号も BPM と10分トレで気分も尻も上げてきました。仕事頑張ります。はい、ありがとうございます。あきろさんもお仕事頑張ってください。りゅうさん、おはようございます。本日もアーカイブ民です。皆さん楽しんでくださいね。ありがとうございます。アパレル、本当着心地よしです。ありがとうございます、皆さん。はい、来ていただいてるの嬉しいです。はい、で昨日ですね、まあ、いくつかねこのアパレルも何個か在庫がね、5枚ほどあるのでっていうご案内を、まあ、メンバーさんにちょっと限定でまずはねさせていただいて、はい、その後やっぱ何枚かね、はい、出まして、あ、土屋さんもおはようございます。タロマメさん、おはようございます。誰だ誰だ、やりすぎて恥ずかしくなっちゃったかなやりすぎて恥ずかしくなっちゃった。あ、そうですね、みんなでね誰だ誰だって言って、あ、そのケースもあるか。ちょっとシャイな方でチャットとかも書き込むのとかもあんまりこうしたくない方でね、はい、みんなが誰だ誰だ言うもんだから、こうで出て行きにくくなっちゃった。まあでも僕にね直接メールいただければいいので、まあ、どの可能性があるんでしょうかね。はいオルカさん、おはようございます。はい、今日はマママさんはまだ来てないかな。マママさんね、この、裏肝の方をね、はい、ご購入いただきます。あ、マママさん来た、はい、おはようございます、はい、裏肝、はい、マママさん作りました。はい、SKB 達也モデルでお願いしますということでね、はい、裏肝の、はい、まあ、裏肝と、まあ、パイルトっていうね、裏が柔らかいパイルとあったかい裏肝とっていうね2パターンありまして、まあ、2パターン作ったわけじゃないんですけど、裏のねこのパイルで揃えようと思った時に在庫がない方がいてね、はい、どうしても仕方なく一部の方が裏肝になってしまったっていう、
幻の裏起毛があるんですけど、作ってた途中で裏パイルが在庫が復活してね、やっぱりパイルで届けたいっていうことで、あの裏起毛が何枚か在庫になってしまったものがあってね、皆さんにはパイルでお届けできたんですけど、ただまだまだ寒いんでね、あの裏起毛非常にあったかいんでおすすめです。はい、あの袖口にね、はい、袖口のプライドボディと胸に SKB のね新しいロゴ、マモンさん完成しましたんで、今日このライブの後送らせていただきます。はい、マモンさんフルカスタムでね、ボタンカスタムまで入れていただいたんで、はい、ボタンも昨日仕上がってきまして完成してます。はい、かっこいいですお楽しみに。ただ段ボールがプライドボディ段ボールがもうなくてですね、在庫が普通のノーマル茶色段ボールで届きますんで、ご了承ください。ママモさんすいませんはい、あ、オルカさん、なるほどね、旅行などで不在のためまだ開封してないのでは。確かにその可能性もありますよね、出張とか外に出ててまだ商品を開けてないっていうね。はあ、なるほど、その可能性もあるね。はい、何が正解でしょうか。お、杉山さんおはようございます、お久しぶりです、よろしくお願いしますはい、まあまあまあさん早いはい、さすが、もう早速仕上がりました、昨日仕上げましたね。まあ、ママさんはね、そのパイルもご購入いただいているのでね、この色ですよね。はい、裏起毛はまた来年のこの秋とか冬とかね、そのあの寒いシーズンにも着用したいのでっていうことでだったんですけど、まあまだね、もう明日ぐらいに届けば、今週末なんかまた雪降るみたいな、関東ね寒いみたいなんで、ママさんぜひ着用感を2つ着てみてください、まあ、僕しかそれ知らないからね、パイルと裏起毛の着用感、はい、あ、なるほどっていうね、その柔らかさと、まあ少し固めの生地なんですけど裏起毛のねあったかさ、はい、ぜひ感じてみてくださいということで、あとね在庫4点ぐらいになってまして、まだね裏パイルの方も、このグレーの僕が今着てるやつですね、はい、グレーのホワイトプリントの L サイズ、はい、1点だけあります。あとブラックのスウェットフードついてないやつ、トレーナーですね、ブラックのスウェットのグレープリントって言って、前はブラックブラック、これ L サイズ1点あります。あとはちょっと素材変わるんですけど、裏起毛あったかいやつですね、裏起毛の、ブラックのジップパーカーの、ホワイトプリント、はい、今まままさん仕様のやつ、あれがもう一つと、ブラックのジップパーカーの裏起毛のプリントがグレーですね、黒黒、はい、以上4点になります。はい、まあ、メンバーさんには昨日も聞いてるのでもう大丈夫かなと思うんでね、今日公開ライブなので、もし、まあ、メンバーさん外の方もね、え、まだもうちょっとね締め切っちゃってたアパレル買えるの、はい、4点だけありますまだえ、ちょっと今聞きそびれたっていう方はライブ終わったらアーカイブ確認していただいて、あ、私のサイズにぴったりっていうか全部 L しかもうないのか、はい、全部 L サイズなんですけど、ちょっとゆったりめにねお家で着れればいいかなと思うので、ご検討ください。メールといただければね、はい、よろしくお願いします。須藤さんおはようございます、10分になりました、スタートしていきましょう。オルカさん SKB モデルかっこいいです、そう SKB モデル、タツヤモデルをまあまあまあさん作らせていただきましたんで、はい、かっこいいです。僕もね、まあまあまあさん、だからすいません、僕何回か着てるまあまあさんのやつじゃないと位置感が分かんなかったんで、着させていただいてぴったり僕がかっこいいという位置にね、しっかりワッペンつけさせていただきましたんでね。恵子さんおはようございます、ブラックポストカードというものがあることを知らないかも、忙しくてライブ見れてないと気づかないかもしれないですね。そうですね、ただだいぶずっと言ってるんですけどね、メンバーのね投稿ページでも言ってますからね、はい、さあではスタートしていきますお願いします。あ、イブさん、お、イブさん来ましたね、はい、韓国からイブさん
ご無沙汰してます、はい、最近お仕事の時間が変わりアーカイブ専門になってました。あ、でもアーカイブで公開日に見ていただいてたんですね。嬉しいです。久々に鈴木さんと皆様のやり取り見れてほっこり、ありがとうございます。韓国からこれからも応援してますよ。はい、ありがとうございます。はい、しのさんおはようございます。あ、まきさん雪降ってます。まきさん、宮城仙台合ってる？そっか、ちょっと上の方は降ってんのかな、もう。はい、ではスタートしていきましょう。お願いします。あ、合ってる。宮城仙台合ってます。寒いね。じゃあね、上の方ですからね。はい、グレーにね、ホワイトもね、非常に可愛いっていうかね、はい、あの1枚だけあの L サイズがね、あのありますんで、よろしかったら、はい、で今日あのウェイトを使う10分トレーニングなので、まあ、メンバー様ほとんどねこのウェイト持ってるんですけど、あのウェイト持ってない方は何か1キロダンベルでもいいのでね、何かあるとあの一緒にやれると思います。はい、では、ウェイトを単体で用意していただいてスタートしていきます。はい、まず最初スクワットとショルダープレスの全身運動からいきます。ウェイト両手で持っていただいて、足の幅はですね肩幅よりもちょっと広めです。はい、で今日どういう動きかというと、お相撲さんの四股のように一回ウエイト胸張ったままですね、猫背気をつけて胸張ったまま床にちょんとついて、上がってくる時にうんと振り回して肩に乗せます。はい、肩に乗せる。そしてショルダープレスを一回前からくるっと戻して床立ち、はい、アップする時にくるっと返して肩に乗せる。はい、上にアップ戻してくるっと返すタイミングで慣れてきたら床にタッチアップしていきます。はい、前にこのくるっと一回返してね、肩にポンと乗せてあげるっていう、そんな感じの動きになります。はい、では10回いきましょう。はい、床タッチ胸張って1、肩に乗せてアップ、下へ2アップ、3アップ、4、はい、全身運動です。5、6、7、8、10、はい、 OK、 一回置いておきましょう。はい、軽く腕振って足振って上半身左右に振って、もう一セットだけいきますね。はい、その前にちょっと一回バランスを入れます。バランス、はい、まず最初右足でバランス、左足アップ、両手開いた状態でですねバランス、はい、片足のバランス、かかしですね、はい、10秒間キープ入れます。まず右足から、まあ、何回ついても大丈夫です。得意不得意ありますんでね。はい、10秒、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、 OK、 入れ替えましょう。反対、今度左足、右足アップ、はい、かかし、はい、10秒、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK、 はい、ダウン、はい、軽く振ります。はい、ではもう1セットいきます。はい、足の幅広げて肩幅よりもちょっと広めです。はい、ウェイト10回いきますね。はい、ダウン、1、肩に乗せて上にアップ、下へ2、3、
し、五、はい、あと半分、六、七、八、九、はい、ラスト、十。OK、はい、置いておきましょう。はい、軽く振って。では、もう一回あのバランスいくんですけど、次のバランスはですね、右足バランスの10秒キープではなくて、このキープの際にですね、目線ってバランスに非常に関係してますので、目線を移動していきます。右足バランスで右手から見る、1、そして左手見る、2、右手見る、3で、10秒カウントではなくて10回目線を動かしていきます。はい、ちょっと難しくなります。右足バランス、はい、かかし、左足アップ、はい、右手から見ます。1、はい、左手見て、2、右手、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、はい、ダウン。軽く足やりましょう。ラストいきます。はい、左足バランス、はい、かかし、右足アップ、左手から見ましょう。はい、いきます。1、右手、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、はい、OK、ダウン。 OK です。ではストレッチ入れます。壁、近くにある方、壁のところまで行っていただいて、頭の上、背伸び入れます。はい、頭の上に手をついて、足少し後ろ、胸を壁にぐーっと、はい、近づけていきます。呼吸入れましょう。吸って、吐いて、腕をね、少し頭が越えるぐらい深く胸を壁に近づけていきます。はい、 OK、 はい、腕振ります。足のストレッチ、これもまた壁使っていただいていいです。はい、では左手でサポートして、はい、右手で右足、かかとをお尻に近づけます。ももの前のストレッチですね。この時お尻後ろに逃げるとももの前伸びませんので、お尻前に、ぐいっとお尻前に出して、かかとをお尻に近づけていきます。はい、OK、 反対側、はい、左足、お尻をしっかりギューッと前に出して、かかとをお尻です。はい、 OK、はい、では今日ウエイト一つだけ使って、ももの後ろの、ね、ストレッチを入れます。はい、ウエイト一つ持ってください。まず、はい、左手に持っていただいて、右足のももの後ろから伸ばします。足大きく開いてください。はい、で右足は真横です。真横、はい、左足はつま先がこっち正面向くように、はい、つま先の向きが違います。はい、左足はこっち、右足は真横です。はい、で左手でウエイトを持つ。この左手のウエイト、はい、後ろ、体の後ろで、はい、体を右足の方にぐーっと倒していきます。後ろでウエイトがあるとですね、体安定して、体前にぐーっと倒していきますので、バランス取りやすくなるんでね。はい、ももの後ろ、右足ももの後ろのストレッチを入れていきます。右手で軽くすねあたりね、サポートしていただいて、いける範囲で体を倒していく。はい、で呼吸です。
こういう状態ですね。はい、ゆっくり戻ってきてください。はい、では反対足いきます。つま先の向き入れ替えます。今度は左足が真横です。はい、右足がこっち正面。はい、で右手で持って、この手は後ろで体を左足の方に倒していきます。はい、ももの後ろがねビーンって伸びていきますね。はい、ウエイトを後ろで持っていることで肩がね前に入ってこないんですね。後ろに引っ張られて、ウエイトの重さで引っ張られて肩が後ろに入るので綺麗に体がこうやって倒れます。まっすぐね、この真横で倒れるので綺麗にももの後ろに刺激が入ります。ウエイトがないとどうしてもですね、はい、肩が前に入りやすくなりますからね、これをあえて後ろに持っていってますね。はい、OK、ゆっくり戻りましょう。はい、ではウエイトを置いて軽く足振ってください。上半身に入ります。まず腕立て伏せ10回からいきます。はい、膝をついていただいて、手の幅肩幅よりも少し広めです。膝の位置でね、負荷を調整してください。ちょっと余裕がある方、膝少し後ろにしていく。はい、さらに余裕があれば膝を浮かして10回いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6、途中から膝つくでも OK。 7 8 9、ラスト10 OK です。はい、ではここで今日ウエイトを使ってちょっとね新しい動きです。はい、両手で使います。仰向け、はい、手をですね開いていく、フライっていうね、はい、フライという動きを入れます。ウエイトを、はい、上にぶら下げて、はい、持ちます。はい、この状態からですね、両手を一度見ててください。両手を開いて、はい、肩の真上で閉じていくんですが、イメージとしては肩の真横に開いていくというよりはちょっとだけ下の方に開いていってください。肩のラインで真横に、完全に真横に開くというよりは気持ちちょっと下、はい、それよりもちょっと下で開いて真上にタッチ、はい、手と手を合わせていくようにね、戻していきます。はい、では10回いきます。ウエイトセットできました。 OK。 はい、では真横よりも気持ちちょっとだけで下の方に開いていって、開いていって、肘が床について、ウエイト床についてもいいです。そこからぐっと持ち上げていく。はい、手のひらとひらを合わせるようにね、持ち上げていく。はい、2回目。2、はい、これもね胸の筋肉を少し意識して、胸の力でねぐっと持ち上げていきます。7 5 6 7、なるべくね肘を伸ばしますが、完全に伸ばしきらないように、8、軽く肘がね緩んでるぐらい、はい、ラスト10。はい、上で止まったらもう一種目、二の腕です。このまま、はい、ウエイトを耳の真横に下ろします。はい、脇肘あんまり開きすぎずに、ちょっと脇キュッと締めておいてください。はい、上にアップ返します。1、はい、耳の真横にウエイトを落としてアップ、2、脇を締めて、3 4 5、はい、あと半分、6 7 8、
6、はい、ラスト10、 OK、 はい、一回休憩です。体を起こします。はい、今の流れをもう1セットね、いきます。腕立て伏せから今日新しいフライという動きですね。はい、開いていくときに肩のラインで開いちゃうとどうしても肩をちょっとね痛めやすくなるので、肩のライン真横というよりは気持ちちょっと下でね今日は開いてください。上がっていった時には肩の真上でいいので、開いていく時に真横というよりはちょっと気持ち下のラインで開いていくと胸がぐーっとストレッチ入りますんでね、そのストレッチした胸の筋肉で閉じていく。はい、肘は少し曲げてます。完全に伸ばしきってるとどうしてもこれもやりにくいのでね、持っているウェイトの重さによるんですけどね、はい、軽い方は肘伸ばしきっててもね大丈夫です。1キロとか2キロぐらいだったら伸ばしきってても綺麗に、まあ、胸の刺激入ると思いますが、3キロ4キロ持っている方はちょっとだけ重いと思うのでちょっとだけ緩めてね、はい、伸ばして縮める胸の筋肉を感じてみてください。もう1セットいきましょう。はい、腕立て伏せから、はい、負荷はご自身の、ね、体力レベルに合わせて調整です。膝の位置で負荷を調整しましょう。手の幅ちょっと肩幅よりも広め。はい、10回ダウンいきます。2セット目、1 2 3 4 5、あと半分、6 7 8 9、ラスト10。OK、はい、膝を下ろして、はい、ではフライ、はい、開いていきますね。ウェイトをセットしましょう。はい、仰向け、はい、ウェイトを上に、はい、いきますね。真横よりもちょっと下です。開く、1、肘がね床にトンとつくぐらいから上げていただいても大丈夫です。あのウェイトを1回1回で床に下ろさなくても大丈夫です。3、はい、息もしっかりウェイトをね胸で感じます。4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10、はい、ラスト二の腕いきます。はい、ウエイトを耳の真横に、はい、床タッチ、脇をキュッと締めて肘締めてアップ、1、10回ラストいきましょう。床タッチ、2 3 4 5 6 7 8 9、はい、ラスト10。 OK、 はい、軽く腕振って、はい、では、ラストスパート、腹筋、はい、腹筋いきます。ウエイト1つだけ使います。で、ウエイトループ状から一回あのフラットな状態にしましょう。はい、はい、フラットな状態、はい、両足伸ばした状態揃えてフラットなウエイトを、はい、重しにします。はい、今日はここからですね体をぐーっと起こしていくので、反り腰グループの方ちょっと苦手な動作です。はい、もう一個余っているウエイトを腰の下にセットしていただくと反り腰グループの方はやりやすくなるんでね、あの腰の方に一つあの加えてあげてください。この腰のスペースですね、反り腰じゃない方これやると逆にやりにくくなるんで、反り腰の方だけ、はい、この対策をして、まず正面に
アップ10回いきます。背中をねしっかり丸めて体を起こしきります。はい、ウエイトが乗っていることでちょっとね足の筋肉も使うことができるので、ウエイトグッとこう持ち上げていくようなね刺激を入れていただいても構いませんので、はい、ではまず10回正面いきましょう。アップ、はい、つま先の方に。で、帰りポイントです。ゆっくり降りる、背中1個ずつね背骨をつけるように降りていきます。はい、あんまりストーンと降りないように。2、ゆっくり降りる。3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。はい、OK、 一回休憩しててください。次の10回少し動き見ててください。正面、今度アップではなくて、左右にねダウンしていきます。まず左の、腕ですね、左の肩甲骨から左の腕が床についたら上がって、右の腕、肩がついたら上がっていきます。左右の、はい、体をタッチしていきますね。反対側は床につきません、はい、では長座の姿勢作っていただいて、では左肩からついていきましょう。いきます。この時の背中しっかりと丸めて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 、左肩タッチアップ、はい、右肩、はい、体丸めて丸めて右肩タッチ、2、10回いきます。左肩、3、右肩、し、はい、そして横で上げていくようなね、ツイストで上げていくようなイメージです。5、6、7、左右に、はい、右肩、8、9、はい、もう一つ、10、 OK、 はい、ではウエイト外します。はい、ラスト今日はですねホバー、はい、このままウエイトフラットの状態で、腰の一番ですねくぼんでるところですね、はい、腰の一番中心のこの部分、はい、に乗せていきます。ゆっくり準備してください。腰が一番反る部分ですね、はい、腰の中心にウエイトを乗せます。はい、セットできましたでしょうか。ではラスト、今日ホバーのこの動きでフィニッシュします。肩の真下に肘です。はい、肩の真下に両肘、はい、ウエイトが乗っかっているところをですね少しだけお腹の力をぐっと使って、少し山なりのね山を作っていきます。はい、この時に腹筋がぐっと使われます。はい、下に下ろしてアップを10回入れていきます。そして最後センターまっすぐキープ20秒。今日これで終わりにしましょう。はい、いきます。アップ、1、ダウン、2、アップ。アップした時は反り腰作らずにちょっとね背中グッと丸めるぐらい、この時腹筋使われるのでね、3、4、ちょっと丸まる、5、6、7、8、9、
はい、ラスト上でキープしますね。10。はい、で止まります。この時に腰負けないように、腰反っちゃったら意味ないです。ぐっとお腹ちょっとね力入れて丸める、背中丸める。はい、キープ入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、ゆっくりダウン。 OK、 はい、で気をつけてウエイトを下ろしてください。はい、では仰向けを作りましょう。ラストストレッチ入れておしまいにします。はい、 OK、 では両膝を立てて右に倒します。はい、目線は足と反対、はい、床まで落としてウエスト少しひねる。はい、そこで呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、 OK、 反対両膝左。はい、目線は足と反対、床まで落としてウエストぐーっとひねって、そこで呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、 OK、 センター。はい、両膝立てて、最後センターで2つ大きな深呼吸を入れておしまいにしましょう。はい、肩の力抜いてリラックス。では1回目いきます。鼻から、はい、吸って、吸って、はい、吐きます。長く吐き出します。もう一ついきます。ラスト、はい、吸って吸って、はい、吐く。はい、 OK、 お疲れ様でした。では体を起こします。はい、お水休憩取りましょう。お願いします。今日少しいくつか新しい動きが入りましたんで、分からなかったらおっしゃってください。また解説をね入れていきます。お疲れ様でした。今日なんか楽でしたかねあんまりハーハーもしなかったけど、まあでも寒いのか、今日寒いからあんまりこうね、最近なんかじわっと動くと汗がねバーってかいたなっていう印象だったんですけど、まあ、軽く温まったぐらいでね、汗ドバドバって感じはありませんが、今日きっと寒いんだろうな外がね。イブさん、韓国も一緒かな？韓国の方が寒いのかな？上に位置してますからね、この時期。ユナさん、友達にあげようとしたけど、やはり愛おしすぎて無理でした。アパレルの一着をお友達にプレゼントしようとしたってことかな？はい。よかったです。でもね、気に入っていただけて、はい。着心地はね本当いいですよね。はい、これから、まあ、パイルの方はね、これから春先のシーズンに大活躍するんじゃないかなと思いますんで、まだもうちょっとね長く着れると思います。ただ裏起毛もね、まだまだ寒い地域にお住まいの方はすごいおすすめです。はい、裏起毛もすごいいいですよ。あと2着だけありますんでね、
よろしかったらご連絡ください。お願いします。で、そうだそうだ、シェアするの忘れていました。太郎豆さん、昨日はメールありがとうございました。はい、豆ちゃんもね、はい、我がコミュニティのマスコットの豆ちゃんもパーカーを新調したよということで写真をいただきましたんで、はい、アオルカさんありがとうございます。スウェット着てやりました。暑かったですが、スウェット着てやるにはちょっと暑かったですかね。ただそうなんですよね、パイルだと動けるんですよね。確かに裏起毛だとさすがに動くには暑すぎるというか、ちょっと生地も硬めなのでね、裏起毛の方は、裏パイルの方はねすっごい柔らかいから、このまま本当着てね、寒い時はトレーニングもできますよね。スウェットもそうだと思います。ただやっぱ動いてると熱くなりますよね。はい、お疲れ様でした。けいこさんお疲れ様でした。ウエイトを使ってのストレッチ、なるほどと思いました。ありがとうございます。はい、まあ、ストレッチも以前もね入れたことあるストレッチですけど、安定しますよね。一つこの怒りというか、こうウエイトがあることによってね、肩が後ろにクッとこう自然と入って、はい、マキさんお疲れ様です。いい具合に温まりました。はい。それにしても片足立ちがあんなに難しいなんてショック、はい、でもバランスもねだいぶ上手になっている方も、はい、多いんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ただ得意不得意がありますんでね。はい、ですね、じゃあちょっと豆ちゃんパーカーをシェアさせていただこうかな。はい、すごいよね、これは作ったわけじゃないですよね。パーカーはね、パーカーはこういうのがあるのかな。太郎豆さん、特典のプライドボディワッペンでね、はい、豆ちゃんもおそろのパーカーを着用してくれてると、ありがとうございました。そしてなんと、なんとなんと皆さん、今映ってた、ごめんなさい、もう一回見せるね。はい、このマメちゃんの隣にいるのが太郎太郎ちゃんだということを昨日知りまして、あ、それで太郎マメなんだっていうね、はい、このまた太郎も異常に味出てるよね。年季入ってるというかね、いい表情してるんだよな。はい、猫みたいなのが太郎ちゃんだったっていうね、太郎と豆蔵で、はい、太郎豆ということが昨日判明しましてなるほどと、新事実が発覚しました。太郎のスタンプも作りたいね、目が点の感じのね、太郎がいいですよね。あれもまたいい味出してるな。あ、そうなんだ、なるほどです。ダフィーちゃんサイズということで、ディズニーのね、キャラクターのね、あ、なるほど、ダフィーの衣装っていうのでいっぱいああいうこうサイズ感のものが売ってるんですね。黒のパーカーでちょうどね、我々とこのおそろな感じでね、はい、仕上がりましたね、はい、最年少メンバーっていうねタイトルでメールいただきました。ありがとうございました。はい、太郎ちゃんと豆ちゃんで、そう、太郎豆だったらしいです。はい、太郎がまたいいのよね、表情がね。豆蔵の相方ということで、はい、昨日ご紹介いただきまして、なるほど。あるかな、以前飼ってた猫の名前が太郎でしょ。あら、あれ猫だよね、きっとね、猫のマスコットでしたね。はい、ということで豆ちゃんも同じくね、はい、アパレルを着用していただいたっていうご報告をいただきました。ありがとうございました。あたるまさん、猫ね、はい、猫の太郎ちゃんと熊の豆ちゃんということで、ありがとうございます。はい、ただね、ここでもね、メンバースタンプとして、
豆蔵のね、豆ちゃんのスタンプをここでは使わせていただいてるんですけどね、あのママさんに作っていただいた、スタンプですね。このスタンプも個数が何個使えるって決まってて、あのメンバーさんがたくさん増えていくとちょっとずつ使えるスタンプが増えていくっていう仕組みになってるんですよ。なのであの今ね、もう限界マックスぐらいまで今の状態だと使ってるんで、今日あの公開ライブですからね、あのメンバーに皆さん入ってくださいじゃないとスタンプも増やせないっていうね、メンバーが増えていかないと使えるスタンプも枠が増えないっていう、そういう仕組みになってまして、あのメンバーが増えてきた暁にはあのスタンプの個数を増やしていこうと思いますんでね、あのその時にあの太郎ちゃんをね、またまあまあまさんにお願いしようかな太郎のスタンプ、はい、実現させるためにもね、よろしくお願いします、はい、ということで今11個かな、あーそうですね、何個だったかな、そう多分ね今ねマックスぐらいまで使っちゃってると思うんですよね。そうそうそう、何個も何個もね全部増やせるわけじゃないんです。メンバーさんの人数によって決まってるっていう、そんな仕組みになってるんです。はい、けいこさんありがとうございましたね。お揃いのパーカーね、はい、あなるほどっていうね、名前の由来も納得、はいありがとうございました。はい、では、次回が8日、はい、金曜日になります。バーストレッチですね、バーを使ったストレッチになります。よろしくお願いしますはい、では皆さんこの後あのさっきもねあの言った在庫アパレルがあと4点だけあるので、メンバーさん外の方もね、あのまだ間に合うんだったら、あの全部 L サイズなんですけど、サイズが合う方はご連絡ください、まあ、どんな形でもね、あの YouTube の方のコメントでもいいし、まあ、僕のメール知ってる方であれば僕の方のメールに直接いただいても構いませんので、はい、メンバーさんはもう大丈夫、はいあの昨日あたりでもうとりあえず受け付けたかなって、まあ一回もう皆さんにはねあのお渡ししているのでね、まあ、追加で欲しいという方がいたらあと4点だけありますんで、よろしくお願いします。以上です。では皆さん寒い一日ですけどね、はい、暖かくして風邪などひかないようにお過ごしください。お疲れ様でした。失礼します。アタロハルさん欲しいけどお小遣いがねはいはい、その安いもんじゃないんでね。あ、そうですよ、値段も言ってないとあれか、全部ねジップパーカー、ジップパーカーが8,050円、ジップパーカーが8,050円で、1枚だけスウェットがあるので、スウェットがですね、スウェットが6,850円、はい、ジップパーカーが8,050円、スウェットが6,850円、まあ、プラス送料ですね、プラス送料、はい、そんな感じになります。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。では失礼します。